チャールズ・エドワード・フィンリーは、アメリカ合衆国ルイジアナ州、モンドー出身の元プロ野球選手1984年の MLB ドラフトでカリフォルニア・エンゼルスから15巡目に指名を受けるが、契約せず。1985年1月の2次ドラフトでエンゼルスから1巡目に指名を受け入団。1986年は、A 級で10試合に登板し、12イニングを無失点に、 抑える高騰を見せ、一気にメジャー昇格を果たした。5月29日のデトロイトタイガース戦でデビュー。ほとんどが敗戦処理としての起用だったが、3勝1敗、防御率3.30の成績を残す。チームは地区優勝し、ポストシーズンのロースター入りを果たす。ボストンレッドソックスとのリーグチャンピオンシップシリーズでも3試合に登板し、無失点に抑えたが、 チームは3勝4敗で敗退しリーグ優勝を逃した。1987年は2勝7敗、防御率4.67に止まる。球団はオフに大ベテランドン・サットンを解雇し、ジェリー・ロイスとも再契約しなかったため、1988年は先発に転向するが9勝15敗、防御率4.17に終わる。1989年5月26日の レッドソックス戦で、アンダ1でメジャー初完封を記録。6月24日のボルティモアオリオールズ戦で15、脱三振関東勝利を挙げるなど前半戦で10勝をマークし、オールスターゲームに初めて選出される。最終的に16勝9敗、防御率2.57を記録した。1990年は、フリーエージェントで加入したマーク・ラングストン。 前年にデビューしたジム・アボットとサワントリオを組み、前半戦で11勝を挙げて2年連続のオールスターゲームに選出される。18勝9敗、防御率2.240を記録し、サイヤング賞の投票で7位に入る。オフの日米野球に参加し、最終第8戦でランディ・ジョンソンとの系統でノーヒットノーランを達成した。1991年は、 前年に続き18勝を挙げるが、防御率は3.80と大幅に悪化した。1992年は不調で7勝12敗に、止まるが、1993年に16勝14敗、防御率3.15、リーグ最多の13関東を記録し復活。1994年は1994年から1995年の MLB ストライキで、 シーズンが打ち切られたが、リーグ最多の183.1イニングを記録。1995年は、開幕から4連敗を喫するが、5月23日のニューヨーク・ヤンキース戦で15奪三新カン勝利。5年ぶりにオールスターゲームに選出され、15勝を挙げる。チームは2位に最大11ゲーム差をつけ、地区優勝をほぼ手中に収めていたが、 終盤に2度の9連敗を喫して、シアトルマリナーズと同率で並ばれ、ワンゲーム、プレイオフで敗れて、地区優勝を逃した。オフにフリーエージェントとなるが、再契約。1996年は15勝。キャリアハイの215奪三振を記録。1997年は故障で25試合の、当番に止まる。同年ホワイトスネークの、プロモーションビデオ、ヒア。 アイゴアゲームなどで有名な女優のタウニーキテーンと結婚。1998年、1999年は共に2桁勝利、200イニング200奪三振を記録した。オフに再びフリーエージェントとなった。1999年12月16日にクリーブランド・インディアンスと契約。2000年は4年ぶりにオールスターゲームに選出され。 16勝11敗、防御率4.17の成績を残したが、チームは地区6連覇を逃し、ワイルドカード争いでもマリナーズに1ゲーム差で敗れた。2001年は、首と左肩の筋系連で故障者リスト入りし、22試合の当番に止まったが、チームは地区優勝を果たす。15年ぶりのポストシーズンとなったマリナーズとのディビジョンシリーズでは、第2戦と、 第5戦に先発したが2敗、防御率7.27と振るわず、チームも2勝3敗で敗退した。DV 被害事件2002年は、開幕3連戦が敵地でのフルスエンゼルス戦であった、ため、ニューポートビーチにある自宅に滞在していた。試合のなかった4月1日の夜に妻と夕食に出かけたが、帰りの車中で口論となり、運転中にもかかわらず興奮した妻に耳を、常上げられ、 ハイヒールで腕や足などをところ構わず蹴られた。なんとかアイシャレンジローバーをコントロールし自宅にたどり着いたが匿名の通報により警察が到着彼の傷を見てタウニーを逮捕し48時間拘束した。妻まの DV で逮捕されたメジャーリーガーにはペドロアスタシオやフリオルーゴなどがいるが逆のケースついては表面化することが少ないこともあり世間の注目を集めた。 彼女は前年11月にも車へのいたずらで逮捕されており、4月18日には裁判が開かれる予定であった。4月3日の登板予定日に彼は球場に現れず、GM のマークシャパイロに球場に行くって気分じゃないし、今日は投げられないと思うと電話をかけ、急遽ライアンドリースが先発した。突然先発が早まったドリースは勝利投手となった。 1999年のスポーツイラストレーテッド誌で夫婦揃って水着姿を披露するなど仲睦まじいと思われていた夫婦だったが4月4日に裁判所に離婚の申し立てを行い終焉を迎えることとなったその後も子供の養育権や金銭面また彼がドラッグやステイロイド剤を使用していたと暴露したりと争いが続いた離婚直後の4月16日 敵地 US セルラーフィールドでのシカゴホワイトソックス戦で先発したが、球場の音楽ディレクター、ジョー・スティーブンがホワイトスネークの日や愛号アゲインをタウニーの出演部分に矢印をつけてスクリーンに流すという嫌がらせ行為をした。これに動揺したのか2回途中9失点で降板して敗戦投手となり、チームの連勝は10でストップ。ホワイトソックスは、 後日スティーブンを解雇し、フィンリーに謝罪した。騒動が影響したのか4勝11敗、防御率4.44だった。2002年7月19日にココクリスプタ1選手との交換トレードでセントルイスカージナルスへ移籍。移籍後はシーズン最後の登板となったミルウォーキーブルワーズ戦で通算200勝を達成するなど7勝4敗、防御率3.80を記録し、 チームの地区優勝に貢献した。アリゾナダイヤモンドバックスとのディビジョンシリーズでは、第2戦に先発し、7回途中を無失点に、抑え勝利に貢献する。サンフランシスコジャイアンツとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、第3戦に先発し、バリーボンズに3点本塁打を浴びるなど5回4、失点ながら、勝利投手となったが、チームは1勝4敗で敗退しリーグ優勝は、 ならなかった。同年限りで現役を引退。エンゼルス時代の背番号31は正式な永久欠番ではないが、準永久欠番扱いで現在でもつけている選手はいない。落差の大きいカーブとスライダーの中間のようなスラーブとスプリットフィンガードファストボールを決め玉にしていたため、 振り逃げを許すケースがしばしばあり、1イニング4、脱三振を史上最多の3回記録している。近年落ちる球を使う投手が多くなり、増加傾向にあるとはいえ、長いメジャーの歴史でも2011年終了時点で60回しか、なく、現時点で他に、通算2回以上記録している投手は、A.J. バーネットしかいない。シーズン2桁勝利は、通算12回。 15勝以上も通算7回記録し、ランディ・ジョンソンやトム・グラビンラーと共に1990年代を代表するサワン投手の一人だった。ありがとうございます。